三義総合県筑波東事業所筑波、研究支援センター入り口バス停標識の文字数の関係で、入り口、前になっている三層県筑波東事業所筑波、研究支援センター入り口は、茨城県筑波市にある関東鉄道、関鉄パープルバスのバス停留所である。茨城県筑波市を南北に結ぶ学園、東大通りに設置されたバス停である。 つくばセンター方面行きの乗り場が東一丁目、学園並木方面行きの乗り場が並木一丁目に置かれている。名称の通り、産業技術総合研究所つくば東事業所やつくば研究支援センターがバス停付近に立地する。2014年8月9日までの名称は、産技総合圏つくば東事業所つくば研究支援センター入り口であり、 日本一名称の長いバス停と呼ばれていた。翌8月10日より、現在の山荘県筑波東事業所筑波、研究支援センター入り口に変更され、従来の金表記40文字から37文字に短縮された。なお、バス停名の長さでは、浜ループバスに、境港水産物直売センター、境港港湾合同庁舎があり、当バス停は、 金表記の時数2本一ではなくなった。関東鉄道バスでは、車内アナウンスで、バス停名を2回繰り返すが、このバス停に限っては1回のみとなっている。また、画像を見てもわかる通り、バス停の標識は、文字数の関係から省略された名称で表記されている。2001年1月6日に、通商産業省機械技術研究所が、 中央省庁再編に伴って、経済産業省産業技術総合研究所筑波、東事業所へ変わったことを受け、2002年8月10日に、バス停の名称、機械技術研究所を、産技総合研筑波東事業所筑波、研究支援センター入り口に変更した。命名者は当時、関東鉄道営業部に在籍していた、や田部理一である。前日の通り、 2014年8月10日より、山荘県筑波東事業所筑波、研究支援センター入り口に名称が変更された。並木一丁目川東一丁目川なお、学園東大通り上を、筑波号などの高速バスも通るが、東バス停はすべて通過する。ABC 茨城県知事直轄広報、校長家県民広報。はみ出し009、日本一の長さを誇る。 名前のバス停がつくばに存在した。バス停留場の名称変更について、関東鉄道、http://www.kantetsu.co.jp n e w s 2014 140810バス。14 810 html ハットハマループバス。境港市。2014年8月18日閲覧。 ありがとうございます。